ライアン・スチュワート・テリオは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州バトンルージュ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ラストネームにより、愛称は、リオット。シカゴ・カブス所属時は、ルイジアナ州立大学でもチームメイトであった、マイク・フォンテノと共に、ルイジアナ州に多い沼地から、バイユー・ボーイズとも呼ばれていた。1998年に、地元バトンルージュのロードムア高校を卒業後、 ルイジアナ州立大学へ入学。2000年、カレッジワールドシリーズのオールトーナメントチームに選出される。2001年6月5日の MLB ドラフトでシカゴカブスから3巡目指名を受け、7月25日に契約成立。同年からマイナーリーグでプレーを始める。2005年は A 級で120試合打率。304出塁率。 365-24投類の高成績を上げ、チーム内の MVP を受賞すると、9月12日にメジャー初昇格を果たす。翌13日、対シンシナティレッズ戦において、大打出場。デビュー戦は1打数無安打に倒れたが、翌14日には、レッズ相手に初安打を放った。2006年は、トリプル A 級で73試合、打率。304、出塁率。 36714投塁と着実に成長を続け、7月24日以降はメジャー定着。53試合に出場し、経験を積んだ上、9月17日には日本塁打を放つ活躍を見せ、打率328の高成績でシーズンを終えた。2007年はユーティリティプレイヤーとして開幕時からロースター入りし、 4月13から15日に3から2から3安打でアピール。主力選手の不調と他球団への移籍という機会を活かし、6月以降は声優劇種の座をものにした。7月は打率348、出塁率437とミルウォーキーブルワーズ追撃に貢献。チーム1位の盗塁数をマークしたほか 三振率はリーグ4位としぶとい打撃を披露した。2008年は4月の欠陥打率。340と飛び出すと、以後も好調をキープし続け、初の3割をクリア。左右両投手、ホームアウェーすべてにおいて3割超えを果たしたほか、ボールの見極めも上達するなど、チーム内にあって最も安定した働きと評された。シーズン通算では打率。 307、30 178アンダー、出塁率。387、三振率10.022盗塁とリーグを代表する2番打者へと成長を遂げた。一方で、盗塁士はリーグ2位、守備でも、フットワーク、肩、スローイングすべてにおいて、平均以下と国評されるなど、課題も浮き彫りになった。2010年7月31日に、 ブレイクデウィットラとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍。2010年11月30日にはブレイクホークスワースとのトレードでセントルイスカージナルスへ移籍した。2011年12月12日に FA となった。2012年1月27日にサンフランシスコジャイアンツと契約。10月29日に FA となった。2014年1月6日に 現役引退を表明した。パワーレスだが確実性に優れ、三振が少なく小技も上手い、古典的なコンタクトヒッター。その上スピードがあり、選球眼も鋭いため、もっぱら二番打者として起用されることが多く、真摯な全力プレーで、ルーピネラ監督からの信頼も厚い。ポジションは遊撃の他に、二類、三類、外野も守れる。守備は基本に忠実。 かつ堅実。一方で、メジャーレベルの遊撃手としては、体が硬く、送球精度も甘いと懸念する声もある。マイナー6年間の通算成績は、打率、271、出塁率、355オプス、692、115等類。ありがとうございます。